この HBAF バフって読むらしいんですけども、ここのねオニオンアーモンドにドハマりしちゃって、もう9点で買いまくってもうやばかったんで、今回韓国に来たのはね、ここのアーモンドをね大量に買っていくっていうのもね大きな目的の一つです。てなわけでちょっと店内見ていこうか。ハニーバターアーモンドマニア、わさび、クッキー、オニオンがねダントツに好きなんだよね。だけど他のやつもちょっと試してみたい気はする。で今ねこのねバフってメーカーはねアーモンド以外のお菓子もいろいろやってるらしいんだけど、個人的にはもうアーモンドだけもうアーモンドだけで、このカバン欲しいんだよね。このカバンも買っていこう。で全部でね22種類あるのか、22フレーバーで88個入り。あーこれいいな、これバラマキ用のお土産に最高だと思う。ちょっと値段も見ていこうか。これはね、1パック7900、だから大体800円ちょいか。で5個買うと3万、だからまあ3000ちょい、いろいろあるね。とりあえずのお目当てはこれね、ローストオニオンアーモンド。トッポギとか辛い、あこれねこのプレラックはマジで辛かったこれシャレなんないぐらい辛かったね。まあ、チェダーチーズ、クッキークリーム、ティラミスとか結構海苔も気になるんだよな。ただねこれ食いすぎて腹壊してうずくまってた時期が結構あったんですよ。でね本当止まんなくて、なんだろうこれ、これ1日1袋食ってたらもう腹壊しちゃってもう寝込んでたんですよで後々知ったんだけど、あの豆類ってナッツ類か、食いすぎると腹壊すっていうのをねその時知って学びました。だけどね手が止まんないのよ。でこの大きさが、5500ウォンだから600円近くか。で5個買うと2万だから、だいたい2000ちょい。カラメルソルテッドアーモンド、これはやばいよね。あ、大きさ違うんだね。例えばこれだったら、あ、190って書いてある。そうかそうかそうか。でこっちの方がやっぱ大きいからちょっと高いのね。でキャラメルアーモンド、ニンニクパン。ニンニクパンも結構気になるな。グリーンティー。やっぱりちょっとこれ。でもね、このベースとなるべくのこのハニーバター、これもね。そうそううまいよ。できればね箱ごと買っていきたいけど、箱買うと今ねちょっと来たばっかだから荷物持てないんだよ。でこれ120だ、ごめんなさい、この100っていうのは違った。これが120で、でかい方が190。なるほどね。味に関しては同じか。ちょっとティラミスとかも気になるんだよね。バラエティパックいいね。さあどれ買っていこうか迷うんだけど、こういういろんなやつのね詰め合わせもね結構気になるんだけど、いや困った。まあここら辺はボールスナック、ポップコーンとかそんな形かな。はい、あどうしようどうしよう。でもなんかね他にもグッズがあるとは聞いてたんだけどないね。とりあえずアーモンドをつまんでいくか。はい、さっきね一つのねバフアーモンドの店あったんですけど、ここにもねでかいアーモンドストアがあるんですよ。でここに朝来た時もね、ここの前で写真撮ってる方々がすごいいっぱいいたんですが、ここもストアってことはお店かな。ちょっとここもね覗いてみたいと思います。とにかくねこのキャラも好きになっちゃったし、アーモンドも好きになったし、あ違うやつがいる、キャラメルのやつがいる。で奥にはねあのチキンのやつがいる。あ、ここいろいろあんじゃん、いいじゃんいいじゃん。これ、品揃えとかはなんか向こうではなかったでかいのが売ってる。もちろんアーモンドあるねやっぱ人気なんだねまあ入荷したての段ボールが山積みです。定番のハニーバター、
このキャラ見に来るだけでもいいな。やばいやばい。あーチェリーか。でもチェリーは個人的にあんまね合わなかったんだよな。なんだろう、あのシーズニングというかね、粉まぶしてあるアーモンドがすごい美味しくて、なんかチョコレートとかでコーティングされてるのは別にそうでもないかなみたいな、うん、そんな感じです。これちょっと楽しいぞ、アーモンドショップ。専用ケースも気になるな。でね、お目当てがね、あのコネストで見たんだけど、このマグカップが欲しいなと思って来たんだけど、やっぱないみたいなのかな。ちょっと店員さんに聞いてみよう。はい、聞いたらもうね、ないそうです。残念でした。このマグカップ欲しかったな。あ、やばい、また吸い込まれる吸い込まれる吸い込まれる。ついたアーモンド。別日にまたね、アーモンド店舗をね、複数店舗行く。いや、あの明洞の中にこのアーモンドの店舗がすげーあるんだよね。見るたびに入っちゃう。そしてね、もうこればっかりちょっとね、初日に大量に買っちゃったから、さっきどれだ、これか、韓国のり味、これをね買ってちょっと食ったけど、これもこれでハマるね、うまいよ。いやー、ちょっとこのね、バフアーモンド中毒に今なってるんで、やばい、沼沼です。はい、ここでね、オールインワンパックから全部で22のフレーバー見ていきましょうか。で、こちらのね、ミニのオールインワンパック、まあ88個入ってるんですけども、22のフレーバーがあって、まあ各4袋、うん、入ってるので、ばらまきの土産に最高です。で、価格がね、41,800 ウォンだったから、だいたい4300円、400円ぐらいかな。では見ていきましょう。はい、まずは定番のハニーバター。これ無難だよね。そしてこちらがわさび。はい、お次はね、ベイクドコーン。まあ、これね、ローストコーンなんだけど、これはね、あのコンポタージュの味がしてすごく美味しい。で、お次はこちら、ガーリックブレッド、ニンニクパンっていうね、まあ、翻訳があるんだけど、ガーリックブレッドもこれもね、これで美味しい。はい、お次はね、このキャラメルソルトなんですけども、この塩キャラメル、これもね、甘じょっぱさがたまらないね。で、お次はチェダーチーズ、チーズの風味がね、たまんないアーモンドです。で、さらにお次はローストオニオンアーモンド。もう個人的にはね、このね、緑のメタリックの袋だけ大量に買ってきました。これはおすすめ。本当にうめえ。そして、黒いのがね、ブルダック。そう、これね。これね、めちゃくちゃ辛い。マジで辛い。で、こちらがね、チョンヤンマヨって言ってね、あの、青唐辛子とマヨネーズを混ぜた味なんですけど、これもね、マヨネーズのまろやかさと唐辛子の辛みがちょっと効いてて、これもこれでね、うまいね。はい。そして、トッポギ。はい、おなじみのね、あのトッポギの味、まあ、ちょっと甘辛みたいな感じです。はい、そしてね、ラーバー、これはね、韓国海苔の味なんですけど、あのアーモンドの中にね、スナックも入ってて、これもこれで美味しいです。そして、次はこちらインジョルミ。はい、インジョルミっていうのはね、あのきなこ餅っていう、はい、意味らしいんですけども、まあ、あのきなこの風味がね、すごく美味しい。うん、これもおすすめだからね、結構全部美味しいかな。で、クッキークリーム、これはね、あのアーモンドの周りにね、あのコーティング、チョコでコーティングされてるんですけども、これもうまい、定番です。で、同じくね、あのチョコでコーティングされてるティラミス味、うん、ココアパウダーが周りにあって、中のこの白い部分のね、はい、ホワイトの味が美味しい。そしてこれね、ブラウンシュガーミルクティー、これもね、うまい。だ、全部が全部うまいんだよね。はい、そして、こちら、はい、ジェジュ抹茶、まあ、あの抹茶味のアーモンドです。はい、お次はこちら、はい、キャロットケーキ、これはね、人参ケーキですけども、まあ個人的にはこれ、可もなく不可もなくといったところかな。はい、そしてね、ブラックセサミ、黒ごま味、これも定番だよね。まああのごまプリンとかそういった感じの味かな。うん、美味しいですこれは。はい、そしてさらに、スターライトパンパン。名前からして可愛いんだけどね、あのワタパチとかドンパチとか、あの弾ける飴がね、周りにコーティングされてるんですよ。うん、このね、スターライトパンパンも地味にうまい。もううまいのだらけかな。はい。で、そしてこちらがね、チェリージュビリー。ジュビリーってなんか記念とかそういった意味らしいんですけどね、あの、サクランボ風味の、はい、アーモンドです。まあ、個人的には可もなく不可もなくといったところかな。で、そして、これもね、チョコレートだと定番なんですけども、ミントチョコ。うん。はい、これもね、好きな人はたまらないかな。ただね、まあ、各アーモンド、こういったキャラクターが全部違うんだよね。それがすげえ可愛い。で、そしてラスト。はい、こちらが、トフィーナッツアーモンド。
トフィーナッツラテか、はい、まあ、トフィーっていうのはバターって意味らしいんですけど、バターラテのアーモンドです。まあこれもね、まずくないわけはない、普通にうまい。だからね、このオールインワンパック、そう、あの小袋のやつ買ってね、もうほんとポリポリ食ってるんだけど、全部が全部うまいね。で、特に個人的に好きなのがもうこの、はい、緑、これがねもうやばいぐらいにハマっちゃってね。そう、まあ冒頭でも言ったんですけども、9点で、はい、どんどん買ってるんですけど高い。ただこれがね、5個買ったら、2万ウォンなんで、だいたい2000ちょいか。で、そう、入り数がね、入り数というかグラム数がね、これがね、120グラムのやつかな。そうだね。そう、190だと5個買ったら、3万ウォン。ただまあ自分はこの小袋でいいかなっていうので、まあ大量に買って、ちょっと重たいんでね、現地から送ったんですけども。はい、そんな感じです。はい、そんなわけでね、今回の動画はバフのアーモンド屋さんでした。個人的に玉ねぎがもうめちゃくちゃドハマりして、そう、9点で買いまくってますはい、これね、はい、ご視聴ありがとうございました。